JR 貨物滝1200系貨車は2010年から2011年にかけて製造された亜鉛焼鉱専用貨車である。金属亜鉛の精錬過程で生成する亜鉛焼鉱を輸送する貨車である。非鉄金属メーカーである東方亜鉛の小名浜精錬所にて賠償された亜鉛製鉱は粒状の亜鉛焼鉱となりこの滝1200系タンク車に積載される。 その後、このアエニア機構は、同社の主力工場である、安中精錬所へと運ばれ精錬され、金属アエンとなる。タキ1200型は、この両精錬所間の輸送列車に使用されてきた、タキ 15600K の老朽化に伴う、後継車として開発された。開発に際しては最高速度を、 時速 95km にすることを主眼にしており、基本的な形状や仕様などは、多岐15,600型を踏襲している。日本車両製造が製造を担当。2010年に量産先行車1両が落成し、各種試験が行われ、2011年3月に量産車19両がわずかな仕様変更を受けて製造された。全車が、 東方は円株式会社所有の私有貨車で、日本貨物鉄道の車席を有する。東日本大震災の影響もあり、量産車の落成後数ヶ月は目立った動きがなかったが、2011年6月25日から26日にかけ、全量数となる20両を1本の編成にまとめての、試運転が、熊谷貨物ターミナル駅川崎貨物駅間で行われた。 その後、試運転などを兼ねて、定期の精錬所管輸送列車にも組み込まれ、10月頃から、多岐15,600と根結する形で使用が開始された。多岐1200系の落成の進捗に伴い、多岐15,600型は順次廃車となった。前述の通り、基本仕様は、多岐15,600型に順じている。 積載荷重40.3トンの分流体、輸送用タンク貨車である。多機15,600系の積載荷重40トンから0.3トン、増加され、編成全体では、約3.6トンの増量となる。車両全長は11,300ミ、mm、リメートル、時長は16.0トンで、記号番号表記は、特殊表記符号、公前置と小滝と表記する。 専用種別表記は、アエンや気候専用で、外部塗色は、同社保有の時2万5000型に似た赤3号の金字色で、台車と連結機、一部機器は、灰色1号となっている。積みは、タンク帯上部にある3カ所のハッチの内両端の2カ所から、投入し、タンク帯中央下部に設けた取り出し口から搬出する。 荷おろし時の二役装置として、エアスライド式という方法をとっている。このエアスライド式に関しては、一 15600K の使用を参照のこと。上部中央のハッチは、積み込み時に発生する粉塵を逃がすための開口部で、ある。台車は、滝 1000K の FT21 型と同様の FT21A 型を採用しており、 最高速度時速 95km を実現している。FT21 型との違いは成輪子と、ブレーキ量との取り付け構造が違うくらいである。ブレーキ装置は、多機15,600型で採用された、赤空切り替え機構を併設した3圧式の CSD 方式である。補助ブレーキは、後くらい、側車両端の大枠上部に回転ハンドル式の、 手ブレーキを設けるがマイナス1のみは逆側に取り付けられている。多滝15600型でタンクタンに張り出して付けられていた隣の車両への渡り板は、この滝1200型では廃止され、タンの作業スペースのみに島後半が付けられている。公有車鉄道ファン2011年10月号、参照公有車鉄道ファン railf.jp 多機1200系20両が試運転。ありがとうございます。